はい、というわけで、今日はね古城池トンネルというっていうか魔のカーブがあったりとかするんですよね。幽霊が出るとか心霊現象があるとかいう話を聞いたんですよね。で、まあそれはどうでもいいんですけど、今日はねこの古城池トンネルを抜けてちょっとそばを食いに行こうという企画をねちょっとやろうかなと思ってます。はい、というわけでこれから古城池トンネルをね通っていこうかなと思ってます。皆さんよろしくお願いします。なんか車がトンネルをね真ん前に止まったんですよ。ちょっとね危ないような感じですけど、大丈夫ですか？あ、大丈夫です。いや、前回起きてなくて大丈夫。多分発煙筒焚いた方がいいですよ。発煙筒多分結構危ないですね、これ。そんな意味でやばいですね。結構ね、無事にね、古城池トンネルを抜けました。途中ね、ちょっとね、やばいこともあったんですけど、まず初回からですね、でも、まあ、ちょうどレッカーも来たんで、よかったかなと思います。これから、自販機のうどんとそばがあるとこで、昼飯食って帰ろうかなと思います。そうなんですよね。一回ね、行ったことあるんですけど、ビリヤードもあるんですね。行ってみようかな。よっしゃ、開かない？めっちゃ開かないよ。あっつ、というわけで
予想外のハプニングが起きました。そばがあると思いきや売り切れで、ましてやうどんまでねないということで、ちょっとね残念ですけどね、まあ今日はね仕方ないな。ちょうどレッカーもね、僕の車もレッカー運ばれたみたいですしね、最初全然発煙筒焚いてなくてめちゃめちゃ危ないなみたいな、もうね、あのトンネルの真ん前に止まってたんで、いやーあれ危なかったですね。まあいろんな意味でまあ危なかったね、発煙筒焚いてもね、まあ、ちょっと危ないっちゃ危なかったんですけど、まあね無事に運ばれたと、劣化されたということで、今日はね行くかなと。また機会があればまたトンネルをねくぐってそばでも食いに行こうかなと思います。はい、というわけでね、すいません今日はねこんな結果になってしまい、なんかどうだったのかなと思うんですけど、はい、というわけで家帰ってそばでも食いますわ。ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。